野瀬川村は奈良県南部に位置する村。2020年国勢調査の速報値によれば、離島を除いて日本一人口が少ない自治体である。野瀬川村は奈良県の南西部に位置し、夏虫山、小箱岳や高人岳人が、峰といった紀伊山地西部の山海に囲まれた山深い村である。村内には、熊野川水系の中原川や河原美川、北又川、 弓手原川などが流れており、太平洋に通じている。気候は、高山気候に近く夏は冷涼で、秘書地に適しているが、冬は大変に寒冷で、降雪や積雪も多い。また、梅雨の時期や夏の降水量が多いことも、特徴で、急旬な地形と、相まって災害に見舞われやすい面がある。村内の過重地面積割合は2.1%で、ある。 これは全国の自治体で最も低い。上述の通り山間部に位置するため、多くの道路が境愛で交通が脆弱であり村へのアクセスが困難である。大阪方面への最短経路は、和歌山県の高野山から高野龍神スカイライン経由である。五条市など、奈良県内からは国道168号から県道を経由してアクセス可能であるが、 一部に教会区間があり、走行時には注意が必要である。そのため、奈良県の村でありながら、他の県内市町村よりも西に隣接する和歌山県、橋本市、伊都郡久戸山町、高野町や大阪府河内長野市とのつながりが比較的強い。江戸期には、紀州藩の下に置かれ、五条大官所の管轄下にあった。明治に入り、奈良県吉野郡に編入。 旧村が属した野川組、佐古組、川並組から一時ずつを取った合成一名である。1889年の町村制施行以来、一度も他の市町村との合併をしていない。なお、衆議院議員選挙の選挙区は、奈良県第三区、奈良県議会議員選挙の選挙区は、吉野郡選挙区となっている。村内に、鉄道路線は走っていない。最寄り駅は、 南海電鉄工作線高野山駅、イコール、和歌山県に都郡高野町。村の中心部と縦りへは、南海林間、バスが、南海電鉄高野山駅から1日に、往復運行している。また、村役場と高野山の間には、野瀬川村営バスも1日一往復運行される。村北部の今井大城の地区には、奈良交通が、 JR 和歌山線五条駅から1日一往復運行していたが2006年9月30日をもって休止されたため現在では村営バスが村役場からこれらの地区を経て五条大東町小城下まで結び同地にて奈良交通バスと接続することで代替しているこの路線も平日のみで1日に往復しかないため 公共交通機関を利用してでの来訪が非常に難しい村と言える。小城下及び高野山での他交通との接続を除き、村営バスは役場と村内集落を朝と夕方に一往復する形で結んでいる。なお、かつて南海電鉄バスと奈良交通は、現在、または直近の村内路線から、さらに延長する形で、村の南部。 東部の集落へも運行していた。特に、高野山からの路線開通は、当時徒歩のみが頼りだった村内の交通手段を、劇的に改善させたものの、後に、全者は、縦利線、後者物川上、村井園から撤退し、公共交通機関が途絶した中津川集落は後に、廃村となり、その他の集落は、村営バスのみが運行されている。凶いな道路が多く、 公共交通でなくとも来訪の困難さに拍車をかけている。村役場前の県道733号、河津高野線。左は、高野龍神スカイラインへ通じる、村道国道県道天子わさびなどの瀬川村内の郵便番号は、637から04に XX イコール。 辻堂郵便局の集配担当648から 03XX となっており、同じ村内で63、64の2つの地域区分が混在している。2014年現在の姉妹都市は一市。ありがとうございます。